4番車、サラヤ先頭、そして外並走、8番の中川誠一郎を引っ張る九州勢がじっと3番手に位置しています。内に包まれた9番の吉田裕樹は一旦は下げて一気に行くのか。2コーナー通過しました。さあレースは勝負どころ。8番中川引っ張るライン形成、九州勢がじっと外をかけて並走状態、ジャンが響いて8番車中川は後ろに引いていきます。これで9番吉田裕樹は道が開きました。2センターから4コーナー、体勢は立って1列に戻っています。流す4番のサレア、これはもう逃げるしかない。4番のサレア、レース残り1周、9番車吉田裕樹3番手追い上げを開始。1コーナーから1センター、4番車設楽豊、明一の先行勝負に打っていました。9番の吉田裕樹が現在2番手にはまっている状態になっています。あとは8番車中川誠一郎、渾身のまくりを放っていく。8番車中川誠一郎のまくりが4番手3番手、これを5番車平原浩太がいなしていきます。2センターから4コーナーカーブ、4番の久田先頭、9番の吉田裕樹が動いてくる直線コース、9番車吉田裕樹先頭、5番車平原詰めてくる、9番5番です。最近、裏食ってばかりです。裏も買えばいいんだろうけど、買い目広げすぎても、がみりますしね。ギャンブルは、難しい。